山本周五郎作国空変歴その第三十九回四の三四月になるとすぐに吉田優が来て弟子にしてくれと言い出した重田優は田舎へ帰ったし他町の稽古所も伊佐田優が監督面をするのでどうにも続けている気がしないだから 住吉町の方は暇をっってしまった「これからは昼夜節をやるつもりである」と言った彼はそう話しながら耳たぶを引っ張ったり鼻をこすったり顎をつまんだり後ろ首を叩いたりというふうに霊の癖をいつもより激しく演じてみせた昼夜の小机の上には手紙が広げてあった。 その時読み終わったばかりの幾多からの手紙で「長いサタを浴び名古屋の城下でどうやら落ち着けそうだ」ということが書いてあった「名古屋でひいき客ができ小さな家を持ったということは去年の暮れに一度知らせてきたお常もすっかり丈夫になって整形にも少しゆとりができた」。もう 金の心配をかけないし結局ここに落ち着くことになる様子だという文面であった今度の手紙も同じようなものであるが前よりも景気が良くなったらしく暇を見つけて是非遊びに来い旅もいいものだし「江戸ばかりが世界じゃねね」などと付け加えてあった恋の小田牧をすっかり覚えました。 と吉田優は言っていたせっかくここに稽古場を作ったんでしょうここで昼夜節の弟子を取ろうじゃありませんか昼夜節はまだ仕上がっちゃいね少なくとも五つか六つ仕上げた上間違えなしと決まるまでは弟子なんか取る気はねえよ世間じゃ恋のお玉木を取ってますことに真珠場のところなんかをねと吉田優は言い返した この間も客に釣られて中へ行きやしたが、稽古たちであのくだりを知らねえ者はいませんでしたよ。ダメだ。そんなことを言っても俺の気持ちは変わらねえ。諦めつくれ。じゃあ、おっしはどうしたらいいんです住吉町へ詫びを入れるんだな。大師長はまた寝込みました。今度こそ再起はおぼつかないだろうということで。 住吉町は若師匠と伊佐大悠の天下です。と吉田雄は怒ったように言った。そんなところへ詫びを入れに行けと言うんですか暇を取る前にそれを考えりゃよかったんだ。俺はそんなことに関わってはいられねえ。第二作を仕上げるまではどんなことにもわざわされたくねえんだ。という事情を中也は 正直に語ったその日はそれで帰ったが吉田優は諦めたのではなくその後も一日おき二日おきくらいに訪ねてき昼夜のいない時にはお経に会って飽きることなく頼み続けた節付けは進まなかったいつかの夜半自分の中に新しい力が生まれたように思って目覚め起き上がって仕事にかかったが 結局のところ一時の興奮に過ぎず社畜に邪魔をされたこともあるが動くと思われた節は行き詰まったままで一節も前へは進まないのであった夢の中で節ができ飛び起きてそれを繰り返してみると確かに新しく展開しているように感じられるそこで今へ行って不合に取り明くる朝改めて読んでみると 時はずの楓の一節だったなどということもあった生まれて初めて中夜は焦燥といういたたまれないような気分を味わった第一作の「恋の織田巻き」も今になってみれば失敗したとしか思えない「真珠場の浄瑠璃」だけは好評のようだが他人が歌うのを聞くと彼が最も嫌っている羽歌町である。 昼夜の羽歌として知られた調子に少し替え手が加わっているだけということが彼自身にはうんざりするほど明らかに出ていた彼はそこから抜け出したかったそのため新しい浄瑠璃と取り組んだのだが第二作の半ばで仕えてしまった巨大な鉄の壁にぶち当たったように一歩も前へ出られないのである 俺は才能がないんじゃないか。自分の浄瑠璃によって、江戸芝居に新しい道を開こうなどと。いうことは、一人がてんの馬鹿げた夢だったのじゃねえか。おい、中夜、目を覚ませ。貴様は夢を見ているんだぞ。彼は自分にそう呼びかけ、しかしその後ですぐに、何くそと思い返すのであった。 お経は仕事のことには決して口出しをしなかったいつも化粧を忘れず夜半に起きて昼夜の世話をするような場合にも眠みだれた様子を見せたことはない着ているのは寝巻きにしごきでもきちんと襟を正しおつれ毛もなく素足の裏はいつも桃色をしていた彼は気分が動きそうだと思うと 時間にかまわず起きてへ入った。すると必ずお経もそっと起き出して茶や菓子をそろえたり小夜食の支度をしたりした「構わなくてもいい寝ていろ」と言っても「はい」と答えるだけでするだけのことはきちんとした「このうちは暖かすぎるといつか社畜が言った隙間風も入らないこういうところで 生活をしていると頭もふやけてしまうし骨抜きになってしまう酒飲みは酒を飲む口実を巧みに作る夜中に他人の家を叩き起こして酒をねだる照れ隠しに心にもない強がりを言うものだ去年の九月に知り合ってからゆかりの雨という台本作者としてよりは古くからの友人であるように社畜は 三日にあげずやってきて酒をねだり議論をふっかけ当然のような顔をして泊まり込んだ彼は学問らしい学問はしないようだが俗書は随分広く読んでいるらしく来るたびに書こうとしている小説家台本の筋を次から次と語ったその頃の作者は例外なく博学であることをひけらかした。 必要もないのに四季や春秋や液郷などから軸を引用しまたはオランダ語やスペイン語などを程よく使うことによって自分の書くものに箔をつけるというつまらない習慣があった社畜は学問嫌いを公言している通り弦楽的なところは少しもないし魚問屋のせがれという育ち柄で下町の生活には詳しいし 人間をよく見ていることは確かであるが系統だった学問をしていないためにその観察はとかく独善的になり辺境な枠を出ない嫌いがあった酔ってふっかける議論もしばしば管をまく類に終わるのであるが「このうちは暖かすぎる」という言葉は日の立つにつれて重く鋭く昼夜の心を圧迫し時には 痛みをささえ感じさせるようになった。そうだその時が来たのかもしれないと彼は思った今の仕事が行き詰まったのもこの生活の生ぬるさ隙間風も入らないという平穏さに災いされているのかもしれない一日が他の一日と少しも変わらない単調な明け暮れそうだここは一時的にでも 生活を変えてみることだと中夜は思った「相談があるんだが」とある日中夜はおうに言った「勝手の方はどんな具合だろう?」お香は探るような表情で彼を見「お金のことですか?」と反問した中夜はうなずいた山本周五郎作 変歴その第39回4-3途中まで2021年3月19日。